血まみれの着物と草履だけだったそうよ。子供に聞かせるには何ともきつい話だな。うわぁ、またやったが。であることなどありえない。人類にあらかじめ備わった。いつしかその小さな嘘は希望となって、少しずつ処刑だ。そんな、冗談はやめてください。ユイの体をめちゃくちゃに。いいよいいよ、こっちに置いて。この不浄なゴミを消し飛ばしてください。俺の活躍会がオリジナルアニメ、完璧な予定だ。いいか、ダザイ、絶対に邪魔をするなよ。ガキ、有道くん、今日の花火大会行くの？もしもあの時俺が、足元くん、バンドやろうよ。私たちのバンドまたメンバー減っちゃったんだ。もう一度信じてみたい、そんな思いから生まれたのが映画君の声を届けたい。渚と霊の新入部員獲得作戦、松岡凛くんへサプライズプレゼント。私はここで負けたくない。北打ちの音を全国に響かせたい。おしゃべり、母と優しい兄、行ってきます。恋はまだ知らない。呼び出された生徒、朝知った。俺たちが、その少女は現在16歳になる。千鳥要本人にも察知されることなく護衛に当たれ。私はなるべく彼女の目に留まるよう心がけてきた。